ノットゥーマッチでアイブ・エヴァー、まあ、最高の女性だったんですけど、すごいメイクミーハッピーで、僕もメイキューハッピーな状態で、今晩食事の予定をしてたところ、まあ、今朝 LINE をブロックされちゃいました。相手が銀行員で、フルネームの漢字の LINE を初めて交換した瞬間だったんで、もしかしたら債務整理中っていうのがバレてしまったのかなと思ってます。割とレベルの高い合格点を超えてくるような質問をオルウェズ返してくれるような女性で、会話も弾んでご飯の約束もして、で LINE の QR コードもすぐ送ってくれる感じだったんで、まあ、その説をささやかせていただこうかなと思ってます。ちなみにその子、まあ、好きな映画がサスペンスって言ってたんで、まあ、もしかしたらマッチした瞬間から始まってたのかもしれません。今日もありがとうございました。さようなら。